第740回6月10日金曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書ヘブライ人への手紙2章17節。それでイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって民の罪を償うためにすべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。神の御子イエス・キリストは私たちから遠く離れた方ではありません。神であるにもかかわらず人の姿をとってこの地上に来られました。それは私たちが受けるすべての苦しみを身をもって経験することで私たちを慰め、その苦しみから救うためです。御子はすべての苦しみを知っておられます。しかも、何の罪もなく十字架にかかる想像を絶する苦しみさえ経験されたのです。イエスは私たちの苦しみを理解し、慰めてくださいます。私たちの苦しみを知るイエスに、今日も従いたいと思います。共に祈りましょう。今週の祈り。1、キリストの証人として歩むことができますように。2、コロナが完全に収束しますように。3、ウクライナと世界の平和のために。神様、私たちの救い主イエス・キリストを神の御前における憐れみ深い忠実な大祭司としてお立てくださり感謝をいたします。私たちのすべての苦しみを知っておられるイエス様が今日も取りなしていてくださることを覚えて心から感謝いたします。どうぞキリストの証人として歩むことができますように力を与えてください。私たちの周りにさまざまな願いを要する出来事があります。コロナの問題が収束しつつあることを感謝いたします。どうぞ完全に終わらせてください。また戦争が一刻も早く終わりますように。傷ついておられるお一人一人をあなたが覚えてください。すべての苦しみを知っておられるイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。